山も海もダメならどこにするの？それじゃあ間を取って川とか湖が近くにある高原なんてどうかな？高原ね。マキ、高原に別荘ある？パパの知り合いが持ってるわ。すごい！どんな場所なの？別に珍しいところじゃないわ。よくあるリゾート地よ。確か温泉とか遊園地、それに牧場もあったと思うけど。すごい！全部回れるかしら。遊園地行ってみたいな。牧場にはヤギさんいる？ヤギさんをなでなでしたいな。ニコ的には温泉はマストよ。お肌を今以上にツルツルにしたいわ。おしゃれなカフェとかあったりする？確か山小屋風のカフェがあるわよ。そこのソフトクリームが美味しいのよね。山小屋風とかますます高原リゾートって感じ。いい写真がいっぱい撮れそう。カスミンの最高に可愛い写真をファンクラブのサイトに載せたらファンのみんなもきっと大喜び。高原決定。もうカスミンは高原に行く気満々。あ、待って、大切なことを確認しなきゃ。何を？高原ってことは決まりでしょ？じゃなくてマーキの意思よ。そっか、私たちだけ盛り上がっちゃったけど、マキちゃんに気分転換をさせようってのが発端だったもんね。みんなまさか忘れてたなんて言わないでしょうね。もちろん覚えてるわよ。思いっきり目が泳いでるじゃない。で、どうかしら、マキ。いいわよ、別に。私も随分行ってないし。やったー！ありがとう、マキちゃん！旅行に行く前に、いろいろと買い物も必要よね。高原できるワンピース欲しい！